何も食べてないですよ。口に物を入れながら喋るしのくんでおなじみ さくらしのさんが今日誕生日です。3月16日今日収録してる日がね、誕生日はこのカレンダーのマークがこうやってね吹き出しに出てるように、特別なメッセージがあるのでちょっとね話しかけたいと思います。後ろ姿だ今日はしのくんの誕生日だ。あれしのくんなんか食べてるでしょあ、天眼通か。ちょっとわざわざだな。メイン、え、歌ってる。歌ってる。これはしのくんは歌うことができないはず。あ、司令、こんにちは。いや、すごいソロじゃん。すごいな。この歌はしのくんの心の声？司令、聞こえてるんですか？私、歌ごとするとなぜか声が出ないから。あ、ちょっとこれ聞くだけで泣いちゃうんだよね。ちょっとね、いつも頭の中でよく歌ってるんです。昔ビデオで見たお母さんみたいにこんな風に歌えたらいいなって思いながら、頭の中だとちゃんと歌えてるんですよ。それが指令にも聞こえてる。うん、素敵な歌声だね。本当ですよね、きっと。もしかして天眼通の力でしょうか。私、歌を褒められるなんて思ったこともなかった。歌えないから当たり前なんですけど誕生日プレゼントになったかな。あ、そうでした。嬉しいな。司令、最高のプレゼントありがとうございます。歌えないのは慣れっこですけど、それでもいつか、いや今年こそ歌えるようになっていたらいいなって。毎年思っちゃいますね。うん、歌える日が来るまで司令としてずっと待つよ。約束したもんね、青ヶ島で。そう言ってもらえるとすごく嬉しいです。いつか必ず歌える日が来る。ババ様もそう言ってましたから。そうだよな、キリンさんもずっとずっとこう歌えないシノを見てどういう思いで育ててきたかね。一緒に舞台に立ってきたなでしこの娘がね、どうして歌えないんだろうっていうことを、ね、思いながら、きっとそれでもね、キリンさんもきっとシノが歌える日を信じて育ててきたんだろうね。私が歌えるようになったら一番最初に指令に聞いてもらいます。うん、楽しみにしていてくださいね、指令。あー、すごかったな。そっか、ちょっと特別な誕生日だったな。他の子とはまた違ってね、もちろん誰の誕生日の会話もね、少しずつこう距離が近づいていくものだけど、この今までのシリーズで初めてのこの歌えないヒロインっていうのが、歌えるってことが当たり前じゃないっていう状態でね始まって、唯一のねそういう歌劇団のね隊員だからね、シノが歌えるようになった時ってもうこんなもんじゃ済まないんだろうな。はあ、